冒険心を保ってワクワクとした毎日をお過ごしいただくための情報番組ドリームインエミシア。はい、FM 読谷タウンをお聴きの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎週土曜日の5時からの1時間、笑顔を作る保険相談サロン、エミシアがパッション、ミッション、ハイテンションなノリでお送りいたします。早速、本日のオープニングナンバーを聞いていただきましょう。徳永英明さんで、ミス・ブランニュー・デイ。
2015年2月7日第20すいませんドリームインエミシェアをお送りしております。まず訂正からだね。そうだね。なんて言ったっけ、僕さっき、徳永秀明さんって失礼いたしました。牧原紀之さんのオーミスブランニューで、ね、そうですよ、声がかかったらね全然違う声だったのでね、はい、すいませんでした。失礼いたしました。はい、僕今日スタジオ入りするときに、はい、先にほらお手洗い入ったじゃないですか。はい、結構長い時間だったんじゃない。うん、長かったね。長かったでしょ。なんでと思う。うーやってたからバカか。なんだったの。何がうーやってたから。いや、あのさ、ハプニングがあってさ。何、あの髪がなかった。うん、座ろう、座るじゃないですか、うん、じゃあうーさんだから座るじゃないですか。はい、で座ったわけよ、うん、ね、座ったわけよ、うん、したら、うん、ほらなんかあの中蓋じゃない、なんていうの、あの便座、はい、便座、うん、が上がってるわけさ。そのままよ、バチクチ落ちて、この処理してからことを済ませたので。そうなの、ハプニングでした。いやー、でもたまにあるよね、うん、そういうことね。そう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 、まだ始まる前だったからよかったけど。怖っ。いや、あの大きさだったらさ、僕の大きいお尻でもドバッと入るよ。本当に、うん、ハプニングでした。ああ、だから遅かったわけ。超遅いと思ってたんだけど。いやいや、ですね、はい、キムさん、今日、はい、メールが入ってますので、まずそれから先に、はい、行きたいと思います、はい。新さん、清美さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。お二人はよく番組で家族の話をされるので、今日は相談があってメールをしました。はい、今年高校を卒業する子どものことで悩んでいるんです、うん、親として頭から押さえつけるような教育をしたことが、言いたいことも言えない子どもにしてしまったのか、自分が何を望むのかという意思もありません。心配です、うん、アドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。ラジオネーム、ベニイモママさんよりいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、はい、頭から押さえつける教育をしたことが、言いたいことも言えない子供にしてしまったのか、自分が何を望むかという意思表示がないと、うん、いうことですが、ケミさんはどう思いますか。ね、親はやっぱり子供のことを思って、こうしたらいけない、ね、ああしたらいけないっていうことで、ちょっと、うん、どうだっただろう。いや、うん、キュミは、じゃあ自分が高校の時って、はい、高校卒業する時って、はい、まあ、このお子さんのように、はい、と比べた時に、うん、自分は将来どうなるんだと、うん、でどうしたいんだというところをはっきりしたのを持っていた。高校の時、うん、自分はどうなりたい、どういうことをしたいとかっていうのは、うん、正直すいません、ないなかったです ね私は、はい、おそらくね、うん、まあ、高校生の高校卒業されるわけですよね。高校卒業するということは、うんうん、うち僕ら世代だと思うんですよ、うんうんうん、で僕ら、じゃあ僕らが高校時代の時、高校卒業する頃どうだったのかっていうと、うんうん、昔の、はい、その昔ってね、我々よりか先輩の時代の高校を卒業する頃とちょっと違うのかなと、うん、今のことを僕らともまた若干は違うとは思うんだけど、うんうん、はい、昔はさ、うん、はい、ほらもうお家が大変だから、うんうん、貧しいとかさ、うん、経済的に大変だから、うん、早くも社会出て働かんといけんとか、うん、あるいはいい大学に行って、はい、いい会社に入って将来安定させて、うん、もうなんていうの、親を、そういう、うん、親を助けないといけないとかって、はいはい、いうことで、まあ、自分の進路とか決めやすかったと思うんだけど、うん、僕らの時代からも含めて、はい、なんか時代が違うんじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、はい、だからベニモママさんは、はい、そう思っているかもしらんけど、はい、うん、結構自分の将来決めるのって難しいんじゃないのかなというふうに、自分で自発的にね、うん、そういうものをも、うん、やるのは難しいんじゃないかなと思うんだけど、うん、今日もそうだったわけでしょ。そうですね、なかったね、何になりたいとか、まあ、何になりたいっていう夢がなかったので、うん、もうとりあえず大学を行っとこうっていう感じだったんですよね、うんうん、今考えたらそうなんですね、うん、なんか成功とか経済的な成功とかなんとかさ、うん、なんかそういう価値観がもう今もう変わってきてるはずなと、とっても思っていて、うん、だから、まあ、お母さんが
もう反省してるんだったら僕その逆をやればいいんじゃないのかなというふうに思うんですよ、うんうん、はい、その逆をやればよかいいんじゃないかなと思ったのがこの間ちょっとあることがありましてですね、はいはい、まあ、何度かお話をしたこともあるんですけど僕が若かった頃に、はい、那覇で商売をしていて、うん、で那覇で商売をして、つまずいたことがあって、うん、つまずいたことがあった時に、助けてくれた、先輩がいたと、うん、でその先輩たちのところにこの間ご挨拶に行きました、うん、行きますね、はい、で何十年ぶりかに会って話をしたわけですよ、うん、はい、でまあ今はどうしてるかっていうことで、うん、仕事の状況だったり家族の状況だったり報告するじゃないですか、うんうん、で、まあ、うちにはまあまあね、あのミニモママさんが書いてくれてるのでそのままお話をしますけど、まあ、家族の話をすれば、3人娘がいてと、はい、で真ん中の子が今一緒に働いてるわけですけど、うんうん、これがもうおすまさんおまこだったわけさ、うんうん、ということで、はい、ね、このおまこだなんですよということを先輩に話してたわけ、うんうん、でまあその人間的には非常に、情も厚いし、はい、あの期待外があるかなと思ってますけど、うん、という話をした時に、うんうん、僕が言ってることにその人間的にはという話をしてるさ、はいはい、で学校であまりもう勉強もしなかったもんですからという話をしたもんだから、うん、シーンって言われてさ、うんうん、あのこの子に期待した方がいいよっていうわけ、うんうん、お前の言う言葉変えないとって言われた奥さんに、うん、はいはい、お前自分の人生考えてみと、うん、あの20年前にドドーンと落ちた時にのことを考えると、うんうん、お前今までいろんなことをやりながらここに来てるだろうと、うん、自分この人の人生ストーリーってどこからどう展開して変わっていくか分からんよと、うんうん、だから、はい、この子は逆に期待しなさいと、うん、あのかける言葉を変えてあげなさいというふうに言われたんですよね、うんうん、だからもしかすると、はい、ベニモママさんのお子さんも、はい、なんか頭ごなしに抑えられてきたかもしれないけど、うん、なんか自尊心っていうのをさ、うん、あの満たしてあげる言葉を、はい、言ってあげる、うんうん、今までできてなかったって言うんだったら、うんうん、それを反対にしていったら、うん、いいことあるんじゃないかなというふうに思います、うん、あの答えになってないかもしれませんけど、うん、ぜひその反対をやってみたらどうかなと思います。頑張ってください、うん、頑張ってください。でその話のついでで、はい、ある先輩のその時の先輩の先輩の話、はい、ね、僕が困って、会いに行った大変な状況だったことを時に、うん、お会いした時に、うん、はい、商売の先輩が、はい、僕に発展道具という、封筒に文字を書いて、あるものを渡されました。その渡されたものは、添えられた言葉がね、大工は飲み屋かんなが仕事の道具で、はい、仕事を発展させていくためにはこの道具が必要だよと、うんうん、でもらしんと、うん、お前は商売人だと、はい、商売をしていく人間には必要な道具があるって言って、うんうん、1万円札をその封筒に入れて、うん、この発展道具川光と書いた封筒をね、いただいて、うん、この間お返しに行ったんですけど、はい、2回空振りしました。3度目はしっかりお届けできる予定になってますので、うん、素晴らしい先輩ですね、うん、ですね、はい、本当に多くの方々に支えられて、はい、今があるなというふうに思っています、うん、CM 明け、ゲストさんをお迎えいたします。
です。ついに完成、 FM 読谷テーマソング CD アルバム、県内各 CD ショップにて好評発売中。時刻は5時17分を回りました。 FM 読谷のスタジオからドリーミーインエミシェアをお送りしております。はい、お知らせから先にさせていただきます。読谷村観光協会から第7回立花立花茶ビラ祭のお知らせです。今年もやってきました中日ドラゴンズ読谷キャンプ、2月11日水曜日午後10時から午後5時まで、午前10時から午後5時まで、第7回立花立花茶ビラ祭が読谷村平和の森球場にて今年も開催。会場では読谷村の特産品や中日ドラゴンズ応援商品を取り扱う特別フードコート応援屋台村が出店、その他豪華ドラゴンズグッズが当たる抽選会を行います。また FM 読谷では特別番組を午後1時から3時までのまで会場の様子をラジオとインターネットテレビでお届けいたします。当日はぜひ会場までお越しください。もしかしたらドアラと読谷に会えるかも。以上、第7回立花立花茶ビラ祭のお知らせでした。で、読谷村商工会青年部より第1回中部広域産業まつり開催のお知らせです。県内初第1回中部広域産業まつり、9つの市町村の商工会青年部が読谷村に集結、地域自慢の物産を販売。2月8日日曜日朝10時から夜8時まで JA ファーマーズマーケットユンタ市場前特設会場にて開催。じゃんけん大会などのステージイベント盛りだくさん。みんな2月8日日曜日は読谷村のユンタ市場前特設会場に集合。読谷村商工会青年部より第1回中部広域産業まつり開催のお知らせでした。さて、CM 明けはゲストさんをお迎えしてということになりますが、非常に僕ら2人が大好きでですね、はい、いつも元気をいただいている、素晴らしい女性に今日は来ていただいております。はい、テラスラディアントの島袋あかりさんです。ようこそ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。もうね、本当元気印のあかりさんですが、そうまずは自己紹介していただきますか。お願いします。はい、お願いします。うるま市から参りました株式会社テラスラディアントの代表させていただいております島袋あかりと申します。イエーイ。なんかやっぱりウグイス嬢みたいな。だからだ、そうなんだよね。すごい。やっぱ声が綺麗ですね。ね、声もだね。テラスラディアントって、はい、この社名の由来みたいなのももしあったら教えてください。はい。私まあ先ほどね、新さんからも、キムさんからもありましたように、元気印ということで、うん、私、はい、名前あかりなんですよね。はい。で、実は私の、まあちょっと家族の話をなんですけど、はいはい、私の弟が実はテラスっていう名前なんです。あ、そうだったね。で、はい、明かりをテラス、まあテラスってほらなかなか名前でね、うん、聞いたことないと思うんですけど、はい、まあテラスっていうイメージって人々をテラスとか、うん、天テラスのテラスだったりとか、うん、そういう、まあいい響きかなというのもあって、うん、で、テラスはそうなんですけど、はい、ラディアントっていうのはまた輝くとかですね、はい、そうそれがあったので、はい、まあ当初、まあ、設立会、まあ4年は経つんですが、うん、その人と関わるっていうところで、はい、関わった人たちが、はい、まあ導いて輝いてくれたらいいなっていう思いもあって、うん、それでつけました。ね、僕らはどちらかというとその今は、まあテラスラディアントさんに、お世話になって、うんおりますが、はい、まあ、会社、まあ、事業と事業として最初に接点があったわけではなく、ね、他の活動の中でご縁があって、うんうんうん、はい、で飛び抜けて輝いて、うん、やっぱり飛び抜けて輝いてたわけよね。うん、なんかね、あかりさんが来たら雰囲気がね、この本当に輝くのよ。このパッて明るくなるわけ、この場所が。名前負けしないようにって。いやいやいや。酒飲んでたからかなと思うけど、酒飲んでない時からこんなだろうな。そうですね。酒飲んでも飲んでなくても、最近も変わらないので、飲んでるか飲んでないかも私もわからないです。毎日飲んでるかもよ。そう
テラスでラディアントさんの、まあ仕事の内容っていうんですかね、はい、どのような、業務をされているかもちょっとご紹介いただけますか。はい、ありがとうございます。先ほどもちょっとお話したんですが、人と関わるということでですね、まあ、メインが職業訓練をさせていただいております。一般的なの職業訓練と聞いたら、お二人はなんかどのようなイメージですかね。僕はなんとなくその職業訓練校みたいな感じのもんで、なんか、まあ、建築に関わるような、なんかこんな、なんか技術職を教えていくような感じのイメージですか、ね。はい、ありがとうございます。そうですね、今おっしゃったように県立の職業訓練校だったりとか、あとポリテクっていうね、そういう施設のことを皆さんとか、あと最近だとちょっとここ3年4年ぐらい前は、あの仕事に就くための訓練、よくパソコンとか、ね、あの簿記だったりとか、そういうのもあるんですけれども、まあ、それも一つの職業訓練ですが、実は、まあ、例えば営業でも飲食業でも何でもそうなんですけども、すべてが職業に仕事に関わるってことの訓練を職業訓練っていう幅が実は広いんですよ。なのでうちとしては、じゃあ職業訓練って一体何ぞやってなった時に、その企業の、まあ、利益を上げるのは、まあ、皆さんがその働いてからですよね、なのでそこのですねベースを作る訓練っていう意味合いでやってるので、一言では正直言えないっていうのが本音です。なんかちょっとね難しいようで、シンプルなんですけれども、その企業に合った訓練をするという意味ですね。ですね、やっぱり各企業で、まあ、うちの会社でもそうなんですけど、社員教育っていうのが非常に大事だと、職業訓練とっても大事だと思ってる、でも自社でやるにはスタッフが足りないとか、あるいはノウハウがないとか、でもどこかに頼もうと思ってネットで調べてみたりすると、なんか凄まじい金額がかかってなかなか一歩が踏み出せないと。だから社員教育したいけど、職業訓練したいけど、なかなかそれが、ただ思ってるだけで前に進まないというケースはあるはずなので、そういうケースにも対応できるんですよね。そうですね、まあ、おかげさまでではあるんですが、もう本当に私たちも一緒なんですよね、やはり、採用して、でその仕事内容を把握して、で自立するまでっていうのがやっぱり、日々 の, その成長過程というか訓練があって、鍛錬があって、それからっていう、まあ、このスタンスがやっぱりどこの企業さんもあると思うので、なんですが、ちょっとそこでですね、まあ、突っ込んだ話をさせていただくと、実はこの金額のお話が今あったんですが、皆さんがお支払いしている雇用保険、これは週ね、20時間以上とかですね、そういう働いていらっしゃった方は、まあ、国の義務みたいな形で、そう、企業もお支払いしますし、個人負担もありますよね、それは雇用保険イコール失業保険っていう考え方の方が結構いらっしゃるんですよね。ほとんどそうだと思います。そうなんですが、実はそれを生かした形で、国にきちんとこういう趣旨のもとで訓練をしたいんですと、なので、例えば大きい企業さんであれば、例えば営業だったら営業に似合ったような職業訓練、で今先ほど新さんがおっしゃったように、技術系であれば技術系であった職業訓練、それぞれのカリキュラムっていうのがやっぱり企業さんによってあると思うんですね、でそれを申請、国に申請を出して、でこの費用、この雇用保険から、出していくという、流れなの、なかなかちょっと難しいんですけど、いやいや、それもだからね、あかりさんから聞かせてもらって、雇用保険は、まあ、雇用してる側からすると、その、まあ、万が一退職をするようなことになってしまったときに、ちゃんと失業保険を、お渡しできるような形で準備できればいいやとか、まあ、それぐらいの感覚で、それだけだと私も思ってましたよ、ね、でもそうじゃなくて、企業も、職員の方々も、お支払いしているこの雇用保険から生まれる、ことが他にもあるんだということで初めて分かって、今いろいろ聞かせてもらって勉強しているところですよね我々は。いや、本当ありがたい。お互い様です。私たちもだからこの国の、
要は何ですか、この助成金っていうのが実はもう何十種類ってあるんですよね、はい、なのでその企業さんからご相談とか、うん、まあ、あの社労士の方とかも、まあ、お付き合いさせていただいてるんですけれども、うんうん、はい、実際のところ県内で、うん、ほとんどあんまりそういった助成金が使われてないってことがちょっと分かったので、うん、まあ、なぜそれが分かったかというと、うん、ちょっと県外からもね、うん、いろいろ仕事で付き合いとかどうとありましたので、はいはい、それでちょっと調べてですね、うん、見ると、うん、まああまり沖縄では活用されてないよねって、うん、非常にね今沖縄の企業さんも、はい、まあ、皆さん社員の方もそうなんですけども、うん、みんな頑張ってるので、うん、個人せめてね、うん、個人負担がないような形でやれば、うん、また会社に対する考え方もまた企業も、うん、従業員さんに対する考え方もまた違ってくるのかなってのもあったので、うんうんうん、おそらくね、うんうん、こういう制度があるんだと、方法はあるんだと、はい、きちんとした、ただ、うん、今はこういう話を聞いたり調べたりとしたとしても、面倒くさいな、手間がかかるな、はい、と思ってやらないところがほとんどだと思うんです、うん、そうです、うん、そこは大丈夫なんですよね。そうです、おかげさまで、うん、それをですね、うん、結局今そこがポイントなんです、うちの会社の、うん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 、本当に手間かかる仕事ってやっぱり嫌じゃないですか、うん、ですけれどももう一度原点に戻って帰ると、うん、なぜその雇用保険があるのか、うん、まあ、されど雇用保険なんですよね、うんはいうん、なのでそれが実際に活用することによって、うん、もしかしたら企業の掛け算になるかもしれない、うん、一緒に勉強していきましょうっていうのが、うん、このテラスラーで趣旨なも、まあ、何ですかね、この助成金を活用、うん、ご案内する趣旨でもあるんですよ、うん、そうすると従業員の方の意識もやっぱり、うん、変わるので、うんうん、そうよね、私たちが一番勉強させてもらってるんですけど、ね、いや今ね、ラジオを聞いていただいてる、個人の方やあるいは、雇用主の方々にはぜひこういう制度を活用する方法めんどくさがらずに、うん、テラスラディアンスさんね、つながっていただいてしっかり制度を活用してね、はい、いただきたいなと思います、うん、CM を開けたら個人島袋あかりについて聞いていきたいと思います。この番組は毎日朝6時から1時間こちら MLM 会社のさすがやっぱりあれだ、健康作りのためにウォーキングをされてもうなんかさあれだよ、ウグイス嬢の声になってたね、なってた、やっぱり違うな、またウグイス嬢やってたって忘れてた、応援します、今日はフリーステーションはロイヤルホテル&レストランゆとりある居住空間快適のマンション型ホテルビジネスからスタンダードオーシャンルームまで長期短期滞在にご利用ください。詳しくは956-2743ロイヤルホテル&レストランまで。結構だからさっきもこっちで聞いたんですけどなんか乗れなかった、沖縄ダンパ岬ロイヤルホテルをお届けする和食、洋食、中国料理を織り交ぜた色彩豊かなレストラン、オリジナルスイーツと絶対料理の好評コローネのランチビュッフェ、毎日お昼12時から午後2時まで、大人1543円、子供771円、詳しくは958-5000番沖縄ダンパ岬ロイヤルホテルまで。時刻は5時30分です。 FM 読谷のスタジオからドリームインエミシェアをお送りしております。はい、メールをいただいておりますのでご紹介したいと思います。はい、山田真さん、中村清美さん、今日も楽しいラジオ楽しみにしています。真さん、清美さん宛てに詩を書いてみました。もしよかったら読んでもらえたら嬉しいです。花に託す思い、道にさりげなく咲く花は何を思って咲くのだろう。時期が来て綺麗な花をつけ、人の心を和やかにしてくれる。花は人の思いを乗せ、愛する方に託す思いは
ありがとうの気持ちを届けるときは幸せになれる。最愛の方を思い紡ぐお便りに書き記すことに喜びを覚えた。人の心に咲く花でいること、私も今や人の寄り添う喜びを教えてくれた皆さんにどこまで伝えられるかわからないけど、笑顔でいれば笑う角には福が来る。親を失い片親になって初めて知ることもあった。多くの愛に包まれて人の心を照らす場所であってほしい。読谷村隆を恋花積さんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。花積さんらしいあれですね。あったかいね。はい、そうだね。今なんかテラスラディアントのテラスという話をしたところで、人の心を照らす場所であってほしい、あのやっぱりタイムリーにね、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、お知らせがありましたが、お知らせより先に、メールを読ませていただきましたので、 CM を開けましたので、はい、堅苦しい話はちょっとそばに置いといて、はい、島袋あかりと、楽しく会話をしていきたいと、はい、いうことで、あの、ね、おばさんと奥二人とお願いしましょう。おばさんじゃないよね。おばさんじゃないですよ。そうよね、あかりはよ。でもさ、あかり社長はあのな、何でしょう、若いんだよ、若いのにな。そう、あかりさん何いくつでした今、何歳私ですか。言えるか、言えるか、堂々と言いなさい。そうですか、30代ですね、はい、30前半です。はい、すごいよな、30前半。じゃあ起業したのはいつ。30、もうバレましたね。4年ぐらい言ったから、4年って言ったからね。でも34、そうですね、30の時に企業立ち上げて。そうです、ね、はい、そうですね。それまではどういう仕事をしてたんですか、あかりさん。はい、それまではですね、全く違う職種であるんですけども、もう営業でしたっけ。そうです、営業は営業なんですが、通信業の法人部門にいました。バリバリだったね。でもバリバリで本当にいて、はい、働いてましたね。本土の方に。そうなんです。で、なぜもう自分で社長になろうっていうか、会社を立ち上げようと思ってたのもいつ頃から。あ、はい、それはですね、企業を立ち上げようって考えてたのは、もう小学校ぐらいから決めてましたね。じゃあどういう企業を立ち上げようとかっていうのはもう小学校からあったんですか。ですね、今具体的に、どういった企業っていうのはなかったんですが、漠然とはしてました。ですが、ただまあやっぱり身近である父親の影響だったりとかね、そういう企業されてる方々とのお付き合いがあって、やはり、人生その何ですか、一度きりというか、そういうので山あり谷ありいろいろあるんだけれども、その企業をやるってことは、社会貢献というか、ほら雇用もされるし、すごく素晴らしいことだということをずっと言われたので。これお父さんから。そうです、そうです。それとか、あとはやっぱりね、いろいろ諸先輩方のそのいろんな体験の中で、意味は分かりませんよ、ただ聞いてるのか、あ、ほーんっていう、なんかどっか頭の片隅にあったんでしょうね。それがただ企業を起こすぞっていうのはずっとあって、はい、でこの前職の営業っていうのは、やっぱり人と人と関わらないで生きていけませんし、だからそういったのでちょっと強くなりたいなっていうのもあって、それで営業っていうのを職種をもう一回勉強しようっていう形でですね、でもそれまでいろいろ建設業もやったりとかいろいろやりましたけどね。そうなんだ。じゃあその営業をやったのは、やっぱり自分の会社を立ち上げるための過程なのかな。ね、そうですよね。そうですね。ちょっと話振り出しに戻ってしまいますけど、今日ほらメールが入ってたじゃないですか。高校卒業する子どもさんがいると。はい、で、親としては頭から押さえつけるような教育したことが、親として反省してるわけね。で、心配だと、言いたいことも言えない子どもに育ってしまったんじゃないかと。はい、さっき今ね、で僕らがさっきコメントしたのは、高校卒業するときにはなかなか自分の進路決めきれてなくてという時代じゃないかなという、時代じゃないですけど、そういう話をしてしまったわけですけど、今のあかり
の話聞くと違うじゃないですか、うん、幼少の頃からまあこう思ってたと、ね、はい、あかりの立場から今このメッセージを聞いた時に、うん、ベニモママさんにはどんなアドバイスを。そうですね、うん、お母さん反省してるんだよねこれ、うん、もうなんて言うんですかね、私もね、まだ M から O になる立場のあるこう、うん、アドバイスというか、はい、ただもう自分自身が、うん、その幼少期の頃、今ちょっと話もありましたけれども、はい、やっぱり環境っていうのすごく大事なんですが、うん、ただそれだけじゃなくて、うん、やっぱりもう悩んだって、うん、しゃあないっていうか、私もその何ですかね、まあいろいろ横道それたりとかも本当におへんさんなんでもう多分シンさんまあそれ以外の方々にもご迷惑をおかけした経緯もあるんですが、うん、でも親が信じない、信じてね、うんうんうん、あなたならできるとか、はい、そういう何ができるのかっていうのはやっぱ模索しながら、うんうんうん、まあ皆さん今の状況って結果、うんでしか過ぎないのか、はい、今の自分の置かれてる現状で、はい、私が今こうなってるのも、うんまあ、今の結果なんですけれども、うん、この先どうなるか分かりませんが、うん、ですけれどもそれの連続、うんうん、自分探しとよくね、はい、いろいろあるんですけれども、はい、やっぱり親として頭から押さえつけるような教育したことがっていうのは、うん、それはそれで、うん、もう過去のことだと、うん、一旦ちょっとやっておいて、うん、じゃあ 何が今必要なのかっていうところ、うん、何をしたらいいのかっていう、うん、まずお子様と向き合ったらどうでしょう、うんうん、そうだね、そうだね、うんうんうん、でもやっぱり親が子供を信じてるっていうのは、うん、絶対親は子供のことを信じてるし、うん、でもそれをやっぱり伝えないと、ねうん、言葉で言わないと伝わらないこともあるので、うん、やっぱり本当にね、うん、その大切に思ってることとかっていうのも子供と本当に向き合ってちゃんと話するのも大事かもしれない、うんうんまあ、それこそか、まあねうん、僕もちょっと話した自尊心なのかなと思うわけよね、うん、自分で自分をこう思えない、うん、どうせ俺なんて、どうせ私なんてって、うん、ついつい小さくなってしまいがちなものを、うん、あんただったらできるよとさっきね、うんうんうん、あかりさん言ってたみたいに、うん、そういう言葉一つというのをかけてあげることができればね、うんきっと大きな可能性をね、ベニモモさんのお子さんも持ってらっしゃるはずだからと思いますが、うん、ごめんなさい話を聞いて、いやその話聞いたからそう、ね、あきっとまた違うアドバイスがあるかなと、うんうん思ったんだけど、ね、力がありますね、はいはい、人にはタイミングっていうのもあるかなと思うので、うん、きっと私のことも親は信じては、うんまあ、皆さんねさっき、うん、キョムさんが話したように、うん、信じてはいるんですけど、うん、何をどう信じていいのかとか、うん、やっぱ分からないけど言葉でぶつかりながらも、うんはいうん、でもやっぱり家族なんだからっていうベースで、うん、親子だしっていうところで、うんまあ、向き合ってほしいなって思いますね。父ちゃんと酒飲んだりもする？もうめっちゃしますね。でもあかりさんのお父さんの話をね、周りから聞かせてもらったらすごい、またお父さんもパワーのあるお父さんで、なんかねすごいよね。ホームステイもなんかやった？あ、まあホームステイっていうかあれですよね。どこ行ったか、はい、そうそうそう。ちょっと半年とかです ねどこ行ったかそうなんですよというホームステイホームステイというより、アフリカにですね半年行ったりとか3ヶ月ニュージーランド行ったりとか、うん、要はちょっと自由人なんですよ、うん、で置き手紙をして、うん、まあ置き手紙でうちの母親ですよ自分探しの旅に出ますとどこに行ったか分からないそして電話かかってきてまあ多分どこから来たのって聞かれて困ったので家族にちょっと対応してもらおうと思って電話したんですがその時にうちの母があなたを自分探したのっていやまだですよっていうもうですね親なんですけどそれぞれやっぱ人生あるんでっていうところでもうだからもうなんでしょうねまあ多分でもね、お歌方もなんかそのいやいやいや、ね、やっぱりそのお父様がいて、このあかりさんがいるよ、ね、分かってきたすごいよねもうオールマイティーです、はい、でも、もういきなり誰が来てもおかしくない、もう何もあ、そうなんだそんな環境でしたねどんなすればこんな豪快な女の子が育つのかなと思ってたねうんわってこう聞かれるさな、うん、本当よもう、いやいやいやあかりさんが来るだけで本当に周りが明るくなるよすごいやっぱりあかりっていう名前だなってそれは言われますね、うん、もう
もうそれだけが取り柄で、いやそれはすごい取り柄ですよ。いやいや、ありがとうございます。みんなにね元気を与える、ありがとうございます。いやな、こんなに褒めてもらって、はい、ちょっと何やそう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 。で、ね、今ねもうおめでね、ね、もうすぐ今産気づかないかね、とっても心配なんですけど、今もう何いつが予定日ですか？はい、もう本来の予定日26なんですけど、17で、ね、うん、そうです、うん、今月の26日なんですが、うん、でいつまでに産む予定？17日までに産みます、うん、それはなぜですか？はい、それは来月です。私、具志川中学校卒業生なんですけど、うん、同窓会がありましてですね、はい、もうお金払っちゃったんですよ、もう強制的に、うんうん、ちょっとこれはですね、うん、ぜひ行かなければ、うん、っていうのもありまして、はい、もうそれを目標に、今近い将来目標ね、そうそうそう、思いを決めてるわけ、もうここまでに会うと、そう、もう17日でよろしくと、うん、もうお腹の子供に言い聞かせよくなんか言うじゃないですか、もうだから信じてますよ、もうもう今からねちゃんと信じてそう、もうこれもねなるようにしかならんかなと思って、うん、まあ最初の一人目なんですけど、うん、まあちょっと結婚遅れましてですね、でもそれも、うん、さっき言ったようにですね、うん、実はやっぱり言霊っていうか、はい、うん、言霊までも言わなくても、うん、自分がこうしたいな、ああしたいなっていうのって、うん、漠然としてても話をね、うん、してたら、はいはい、本当にそのようになるなっていうのは実感的にあるので、まあそんな感じです。そうそう、あかりたちは、うん、結婚式すごかったじゃないですか。ありがとうございます。新井口映画祭って FM 読みたんがやってるの分かる？そう、それでね、出した、出す、そう、言われて、うん、そうなんですよ、だから出して出して、うんうんうん、そう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 、それでさっきちょっと何枚チラシ何枚もらえますかっていう電話をしたばっかりなんですけどね、うんうんうん、2月28日までの締め切りだよね。え、あ、何日が待って、おめで、予定日だった？27って。大丈夫ですよ、主人が、はい、ね、やると思うので絶対出した方がいい、はい、私、あかりさんから、うん、聞いたわけ、その時の話を、もう、とっても面白くて、そうそうそう、その、ここもう、そう、もう面白かったわけ、見てみたいなって思ってたけどね、それが、この新井口映画祭で見れるんだったら、出してみて、楽しみだな。エントリー、エントリー、うん、お願い、まず出してみて。あ、そうです、うん、じゃあ、あれですね、この話しましょうね、うん、音楽ありましたよね、音楽ガンガンってやるのがあるんですけど、あれでなんか別の方からも出したらって話があったそうなんですよ、うん、主人 の、はいはい、お友達なんですけどね、うん、でまた今ちょっとサプライズ の、 そのプロポーズがあったので、うん、まあ、それはそれでちょっと別個で考えましょう。なんか上手にその編集してからさ、編集して、うん、そうですね、うん、とってもいいのよ、毎年僕らもうここ数年ずっと見ているわけで、前回も本戦も、へえ、もう素晴らしいイベントだ、感動する、笑ったり泣いたり忙しいわけよ、はい、うん、あ、そうなんですか。これは絶対あかりたちの結婚式は出すべきだよ。最初のまたや泣いたり笑ったり忙しかったよ、まあ、手げ泣いてたけどね、最初は笑ってたけど、あともずっと泣いてた、うん、見たかったないやいや、ありがとうございます。私プロポーズのも見たいわけ。ああ。なんか流れてたでしょ、イビチ映画祭でということで、うんうんうん、楽しみ、絶対エントリーお願いしますよ、ね、わかりました。ちょっと CM 明けさ、うん、今日はドリームイン保険コーナーちょっとカットして、うん、あかりさんも出てもらって、なんでなんで、なんか話がまだまだ出世してないのでいやいや、もったいないので、CM 明けは、まだちょっと続きを、あかりさんの魅力をこれからもまた引き出していきたいと思います。途中でさね、新井口映画祭の話になってしまいましたので、はい、CM 明け、まだ続いて、島袋あかりさんのコーナーを続けます。アイヤーなのねえ、しりとりしよう、いいよ、アイヤー、じゃあね、そうちょっと、ご結婚おめでとうございます。結婚式には UTV の何か会社の PR にも UTV にお任せのせ、全米のイベントの配信にも UTV、 何でもいいよ、このイベントもったいない、インターネットテレビ放送UTV 始まります。子ども子育て支援新制度、幼稚園、ね、保育所の利用申請方法が変わります。すべての子どもたちが笑顔で成長していくために、すべての家庭が安心して子どもを育て喜びを感じられるために、子ども子育て支援新制度が平成27年4月から始まったので、それまで皆さん、私の子育て日本一の村、いいタイミングだったね、琉球の歴史に
触れいい話が、さすがいい話だよ、ありがとうね。いやいや、とんでもない、とんでもない。風光を感じる。そうなったらバンダイの松からね。うん、そうそうそう。な、きらめきのある暮らしが、うん、ここから始まります。うん、エメラルドヒルズ。そんなことできるんじゃないかなっていう。全34区画誕生。求めていたい、きらめく情景。これ紹介してからね。はい、お願いします。時刻は5時46分です。 FM 読谷のスタジオからドリーミーインエミシェアをお送りしております。はい、FM 読谷よりドラシャメゲーム参加のお知らせです。 FM 読谷ではキャンプ期間中特別番組として、毎週金曜日午後4時より中日ドラゴンズ応援番組千葉リオ中日キャンプイン読谷を放送いたします。番組ではリスナー参加型イベントとして、読谷キャンプ地で中日ドラゴンズの選手や練習風景を映して番組にメールで送ると、毎週抽選でドラゴンズグッズなどのプレゼントがもらえます。メールの宛先は FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp、 件名にドラシャメゲームと入れてください。当選者の発表は番組やブログにて行います。皆さんふるってご応募ください。以上、 FM 読谷よりドラシャメゲーム参加のお知らせでした。そして第5回新比地映画祭結婚式映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせです。おめでたいからこそ目立ちたい。第5回新比地映画祭、今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭の会場で行われます。ただいまエントリー作品を募集中。あなたの持っている結婚式映像余興を10分以内の DVD にまとめ、 FM 読谷までご持参ください。数多くのエントリー作品の中から選ばれた上位10作品が第7回沖縄国際映画祭の予選会場にて上映。エントリーは2月28日の締め切りとなっています。詳しくは新比地実行委員会958-7862までたくさんの応募をお待ちしております。以上、第5回新比地映画祭映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせでした。出してよ。そのままちょっと詳しく聞いて ね。そうですね、まあ、絶対で、うん、もう盛り上がるよ、間違いなし。さて、はい、もう続けよ。そうだね。今日見ました。今日は明かりコーナーでいきたいと思います。そうそうそう、はい、いやいやいや。この明るさは本当にいいよね。笑って流すっていう、うん、でも、ね、この笑いが、ほら、この笑い方でもう周りまで笑ってしまうんだよね、うん、意味わからないけど笑ってしまうんだよね。僕らテラスラディアントさん会社に寄らせてもらって、うん、この間ちょっとご相談をさせてもらった、はい、で行った時に、まあ普段とても明るい社長がいて、はい、で、まあ、またあの明るい、飛び抜けて明るい部長やスタッフがいて、うん、あの楽しい人たちだよなと思っているじゃないですか、うん、この会社に行った時に、うん、僕思ったわけ、うん、この女性たちがピーンと、なんか変な緊張感じゃなくて、うん、ピシッとしまった緊張感の中で、うん、仕事したら、あの空気とってもよ、そうですね、うん、思ったわけよ、うん、女性だけで、ありがとうございます。女性だけじゃないですか、女性だけ、ね、スタッフは女性だけですよね。それも、ね、あんな若い人たちで、うん、しまってるよなと、なんかダラダラしてない、うん、そつがなかったの、うん、動き、ありがとうございます、うんうん、素晴らしいよね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。おかげさまですね。いや、すごいですね、うん、いや、いいなと思った。見習わなんていうかんと思うんですよ。なんかそれぞれがね、それぞれのちゃんとしたあのポジションがあって、うん、でそれをちゃんとあの出してる。女同士の職場って難しいって言うじゃないですか、うん、あ、そうなんですね。どうですか、うん、ね、聞きますよ、はい、私、うんうん、女性だけの会社にいたじゃないですか、昔。あ、なるほど、私真逆なんですね、うん、私は逆だったので、うん、そうね、そう、大変にね、そう、私は男ばっかりだったから、はい、はい、はい、私は以前あの独身の頃もう、うん、あの21歳ぐらいから保育士だったんですよ、はい、あら、2年ぐらいねやってたことがあって、やっぱりあのやっぱり女性だけなのでいろんなね、うん、ことがあったんですけどね、そういうのが感じなかったですよね、うんうん、あのね、女性のスタッフだけどやっぱり男性っぽかったかなっていう感じかな、うん、やっぱり仕事としては
そうですね、意識してるのかなと思いました。それはあると思います、うん、あのなぜならば、うん、あのまあ、先ほど言いましたように、うん、その企業と行政の取り持つ、はい、ような、うん、あの仕事だったり、うん、やっぱちょっとシビアなんですよね、うん、なので、うん、そこにはあの市場はいらないというのはやっぱり思っていて、うん、まあ、だからといって別に家族の話しないとかそういうわけではないんですけども、うん、はい、もう期日があるもんですから、うん、どうしても、うん、なのでそこはやっぱりあの緊張感っていうのは、うんうん、あのやっぱ持ってもらわないと困りますし、うん、やっぱ大事な企業さん の, その情報をですね扱うわけでもありますし、うんうん、はい、うん、それは本当によくなんですかね、うん、まあ、一人一人がどう思ってるか分かりませんけど、そういうね、うん、雰囲気があったってことはすごく嬉しいですし、うん、ですが あまり私が来るとなんかちょっとピリピリするらしくて来ないでくれって最近言われたのがショックでしたいや、なんかあのピリピリし、ピリピリじゃない、ピリピリした感じはないんだよね。あ、そうです、うんうん、なんかでもなんか真剣に向き合ってるなっていうのが、うん、あるんですよ、うん、真剣に。だからかっこいい、あの普段はこうおちゃらけてるあかりさんが仕事となったらビシッとなるさ、うん、今もそう、ほら、うん、仕事に対しての話するときは顔も変わるんですよ、うん、なんかやっぱり仕事の顔になるっていうのがかっこいいなって思うんですね。あ、好きですね、はい、仕事好きなんですね、うん、好きだよね、みんな好きだよね、はい、ありがたいですね、はい、うん、まあ、これからも、まあ、大事なママとしての、うん、仕事が控えてますので、はい、元気な赤ちゃんを、産んでいただいて、で同窓会も楽しんでもらって。そうなんですよ、これ聞いてるあの具志川中学校出身の皆さん、あの幹事はあの相当今集めるって苦労されてるそうなのでよろしくお願いします。私は幹事じゃないので、もう出産を早く目標を、ね、早めてまで、そうです、ちゃんとやって、ね、はい、考えてる人もいるんですけど、はい、皆さん、集まって盛り上がる同窓会にしてもらえたらなと思います。あかりさんは目標の17日までに産む目標を達成するように頑張ってくださいね、はい、はい、歩きます、はいはい、いつまでも歩きますはい、ね、ありがとうございました。さらなる、発展と、活躍を祈りたいと思います、はい、本日のゲストは、株式会社テラスラディアントの代表取締役島袋あかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そのままですね、石峰さと子さんのラブ&ドリームを聞きながら、お別れになります。ちょっと最後は行きましょうか、ね、あそこでバイバイやりますね、はい、それでは See you next week and have a nice weekend. Bye bye, bye, bye.